令和3年度脱炭素経営セミナー、地域における分散型エネルギーリソース活用に向けて、令和4年2月、東北経済産業局資源エネルギー環境課よりご説明します。目次です。以下の4つの項目でお話しします。1、地域における脱炭素に向けた動き。2、地域マイクログリッドとは。3、支援施策のご紹介。4、東北経済産業局の取り組みについてです。地域における脱炭素に向けた動き。2020年10月に菅前首相が所信表明演説にて、2050年カーボンニュートラルを宣言しました。カーボンニュートラルとは、温室効果ガス、二酸化炭素、メタンなどの排出量を吸収、除去することで差し引きゼロとすることです。また、2021年4月には、地球温暖化対策推進本部気候サミットにおいて、新たな2030年目標として、2013年度比46%削減を掲げています。カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取り組みイメージ、産業部門についてです。二酸化炭素排出量が比較的大きい業種として、鉄鋼、化学、セメント、紙パルプなどの取り組みイメージになります。例えば鉄鋼では、水素還元製鉄技術などの超革新技術によるゼロカーボンスチールの実現を目指していく。化学では、製造工程で発生する CO2 をケミカルリサイクル技術により原料として再利用。セメントでは、製造工程で発生する CO2 を原料や川下のコンクリート製品でカーボンリサイクル。紙パルプでは、脱水・乾燥工程に使う熱エネルギー源をバイオマスなどに転換。カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取り組みイメージ、業務・家庭部門についてです。ゼッチ、ネットゼロエネルギーハウス、ゼブ、ネットゼロエネルギービルの取り組みが挙げられます。断熱性能などを大幅に向上させるとともに、効率の高い設備システムの導入により、大幅な省エネルギーと再生可能エネルギーを導入することで、エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した建物です。カーボンニュートラルの実現に向けた主要分野における取り組みイメージ、運輸部門についてです。手段や用途に応じて、環境性能の高い日本車やゼロエミッション船の普及、航空機のバイオジェット燃料の導入や、港湾のカーボンニュートラル化の組み合わせをイメージしています。こちらは、2021年6月に決定された地域脱炭素ロードマップの資料です。地域脱炭素は、地域課題の解決、そして地域の魅力と質の向上につながる地方創生に貢献できるものであり、地域のすべての方が主役で、今から脱炭素へ移行していくための対策、施策を取りまとめています。2030年度目標および2050年カーボンニュートラルという野心的な目標に向けて、これから5年間政策を総動員し、国も人材、情報、資金の面から積極的に支援します。これにより2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を100カ所以上創出することとしています。重点対策として、自家消費型太陽光や省エネ住宅などを全国で実行することで、地域の脱炭素モデルを全国に伝播し、2050年を待たずに脱炭素達成を目指します。地域の実施体制構築と国の積極的支援を図るため、地方自治体、地域企業、金融機関、市民など地域の関係者が主体となって、国の地方支部局なども積極的に支援する体制を整備して、取り組みを後押ししてまいります。続きまして、既存電源を活用する自治体のニーズについてです。
地域再エネポテンシャルの大きい地域では、エネルギーの地産地消による地域内の資金循環を目指しています。また、レジリエンス対策として、地域の再エネを非常時に活用する方針を掲げている自治体もあり、再エネ電源を地域のために活用としようとする動きが広まっています。左側の図は、岡山県真庭市の事例で、中山間地域の地域分散型のモデル地域として、バイオマス発電の推進と地域資源である木材需要拡大や観光への波及など、地域経済循環を目指しています。右側は、北海道島川町の事例で、非常時電源の再エネ化を軸として、目指す姿と導入方針を策定されています。このように地域の資源を活用した取り組みが進んでいます。続きまして、地域マイクログリッドについてご説明します。再生可能エネルギー等を活用した地域マイクログリッドとは、地域の再生可能エネルギーと蓄電池や高ジェネレーションなどの調整力、系統線を活用して電力を面的に利用する新たなエネルギーシステムです。平時から再エネ電源を有効活用しつつ、災害等による大規模停電時には、周辺系統から独立したグリッドにおいて、自律的に電力供給可能な新たなエネルギーシステムのモデル構築を目指します。系統線を活用することで、自衛線敷設コストの低減や、大規模工事が不要となり、発電場所と需要地が離れている、需要の低密度地域においても導入が期待されます。想定されるシステムモデルの図をご覧いただきますと、青色の矢印は平常時の電気の流れを示しており、非常時になると黄色の矢印に切り替わり、蓄電池や再エネ電源から避難所などに電気を流していくことになります。参考として、地域マイクログリッド構築の手引きの概要をご紹介します。地域マイクログリッド構築は、一般送配電事業者や地元自治体、グリッド内の需要家など、多様なステークホルダーが関与します。運用上の関連法規への対策、系統からの解列、復旧方法の整理など、検討すべき課題も多く、事業遂行にあたり、綿密な計画を策定することが重要です。そこで、円滑な事業遂行を目的に、これまでマスタープランを作成した事業者や、構築事業を進めている事業者からヒアリングを行い、事業で生じた課題や、その課題の解決の方策をまとめた手引きが作成されています。新しく地域マイクログリッド事業に着手する事業者をはじめ、現在事業を実施している事業者にも活用していただき、事業検討の遂行に役立てていただければと思います。インターネットからご覧いただけますので、詳細はそちらからご確認ください。続きまして、マイクログリッドの導入事例として、東松島未来都市機構さんのスマート防災エコタウンの事例をご紹介します。ご存知の方も多いかと思います。この事業は、環境省の自律分散型低炭素エネルギー社会構築推進事業の補助を受けた取り組みとなっております。復興事業と合わせて、環境未来都市づくりを進めている東松島市と、全国でスマートタウンを開発している積水ハウスと、地域新電力でもあります東松島未来都市機構が官民一体で進めたプロジェクトです。日常はエリア内でエネルギーを地産地消するエコな取り組みを推進し、万が一の際は住居に加え、周辺の病院、公共施設へも電力を供給できる災害に強い街づくりのモデル都市としての展開が期待されています。総事業費は約5億円、4分の3の補助を受け、東松島市が4分の1を負担しており、
投資回収は15から20年で見込まれていると聞きしております。続きまして、葛尾村スマートコミュニティ構築事例をご紹介します。地域新電力でもある葛尾創生電力さんが特定送配電事業者として太陽光発電と大型蓄電池により村中心部の公共施設、商業施設、一般住宅などに自衛線で電力を供給。地域資源を活用したエネルギーの創出と災害時のエネルギー確保により、地域の雇用創出、魅力向上、ブランディングの実現や防災力を強化するスマートコミュニティの構築を目指しています。資源エネルギー庁のスマートコミュニティ導入促進事業費補助金を活用し、太陽光、蓄電池、自衛線などを整備し、スマートコミュニティ構築を進め、令和3年に本格稼働されています。総事業費は約8億円、補助金は約5億円と聞いております。エネルギーマネジメントシステムによる需給最適化を図り、太陽光発電と蓄電池システムの充放電を組み合わせつつ、不足分は市場から調達しています。先日、同社にヒアリングさせていただく機会があり、課題についてお尋ねしましたところ、今後取り組みを予定している方々には、将来的な設備更新のことなども考えると、可能であれば自治体が設備を所有し、整備することを強くお勧めしたいということでした。また、この地域は系統の脆弱性のためか不具合が発生することがあり、点検のために一時停電する必要もあるといったご苦労もされているようでした。さまざまな課題に向き合いつつも、行政をはじめとした需要家の方々などにご理解とご協力をいただきながら事業に取り組んでいらっしゃいました。同社は視察の受け入れもされており、ホームページからご確認いただけますので、ご関心がありましたらぜひご覧ください。続きまして、支援施策についてご紹介します。地域共生型再生可能エネルギーと普及促進事業費補助金についてご説明します。ご覧いただいておりますのは、令和3年度補正予算ですが、令和4年度予算でも措置されておりまして、この次のスライドに掲載しています。左側の事業の内容をご覧ください。地域における再生可能エネルギー等の分散型エネルギーリソースの活用に向けては、地域における地産地消による効率的なエネルギー利用、レジリエンス強化等に資するマイクログリッドを含む自立分散型エネルギーシステムの構築等が期待されています。他方、マイクログリッドの構築に向けては、技術面、経済性等の観点で課題もあります。令和4年度の配電事業ライセンスの施行も見据え、本事業による支援を通じ、事業者によるマイクログリッド内の需要と、分散型エネルギーリソースによる供給の調整に要する基盤技術の構築を進めます。さらに、災害時にも地域の再生可能エネルギー等の分散型エネルギーリソースの活用を可能にするよう、配電網等を活用した地域マイクログリッドの構築を進め、その事業性や関係者との調整に関する知見を蓄積し、共有することで、地域で分散型エネルギーリソースの価値を活用するマイクログリッドの構築に寄与します。事業イメージをご覧ください。再生可能エネルギー等を活用した地域マイクログリッド構築支援事業についてです。地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は海系等の潮流を把握し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供給できる地域マイクログリッドを構築しようとする民間事業者等に対し、構築に必要な費用の一部を支援します。補助率は3分の2以内です。前のページに続きまして、地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金の令和4年度予算についてです。事業イメージのところをご覧ください。括弧1の1、構築事業ということで、令和3年度補正予算でご説明したような、
構築のに必要な費用の一部を支援するものです。補助率は3分の2以内となっております。括弧1の2として、導入プラン作成事業、地域マイクログリッド構築に向けた導入可能性調査を含む事業計画、導入プランを作成しようとする民間事業者等に対し、プラン作成に必要な費用の一部を支援するものです。補助率は4分の3以内となっております。続きまして、地域マイクログリッド事業の概要についてです。事業にあたっては、系統線の活用が必須です。また、地方自治体の関与も必要です。自治体だけでの申請はできません。すでに導入プランなどを作成している場合には、構築事業への応募も可能です。事業要件の他にも、申請者要件もあり、記載の通り、再エネ事業者、エネルギーマネジメント事業者、一般送配電事業者など、関係者を巻き込んだ形のコンソーシアムを組んだり、共同申請できる体制を構築する必要があります。構築支援事業のハード事業の場合は、補助対象経費については、事業に必要な経費のうち、設計費、設備費、工事費です。設備は、再エネ発電設備、受変電設備、需給調整力設備、保安、遮断設備となっております。令和3年度の補助上限は全体で6億円となっておりました。導入プラン作成事業では、必要な経費のうち、人件費、諸経費、事業化可能性調査にかかる経費などとなっており、令和3年度の補助上限額は2000万円となっておりました。なお、こちらの資料はあくまで予定です。詳細については、執行団体から後日公表される公募要領などをご参照願います。こちらはこれまでの採択事例一覧です。マスタープランを作成している地域は多い傾向です。今後はその実行を後押しするためにも、令和3年度補正予算で、特にハード面の支援措置を講じております。地域マイクログリッド構築事業について、事例をご紹介します。京セラ株式会社等、神奈川県小田原市の事例では、災害等による大規模停電時に、小田原憩いの村わんぱくランド避難所の施設に電力供給を行うため、太陽光発電や蓄電池等を導入していらっしゃいます。右側の方ですが、株式会社ネクステムズさん、沖縄県宮古島市、災害等による大規模停電時に、宮古島市、来間島において太陽光発電、蓄電池等を活用して、指定避難所及び住宅に電力供給を行うというふうにしております。こちらも地域マイクログリッド構築事業の事例のご紹介です。東急不動産、北海道松前町の事例になりますが、松前町主要部の防災拠点及び住宅に電力供給を行うため、太陽光発電設備 EMS 等を導入するとともに、既設の蓄電池併設型風力発電設備を活用する予定となっております。右側は株式会社関電工、千葉県いすみ市の事例で、防災拠点であるいすみ市役所及び指定避難所、大原中学校等に電力供給を行うため、同校に地域マイクログリッド電源設備の太陽光発電、LP ガスエンジン発電機、蓄電池等を設置する予定とのことです。こちらも地域マイクログリッド構築事業についての事例のご紹介です。株式会社阿寒マイクログリッド北海道釧路市の事例です。多目的センター、指定避難所や酪農施設、住宅に電力供給を行うため、
再エネ電源として、バイオガス発電設備、太陽光発電設備、調整力として蓄電システム、EMS 機器を導入する予定とのことです。右側は上野村の事例でございまして、小学校防災施設や住宅に電力供給を行うため、太陽光発電、再エネ電源や非常用発電機、蓄電池調整力などを導入する予定とのことです。続きまして、環境省の交付金をご紹介します。先ほどご説明した脱炭素先行地域などが活用できる交付金となっております。再エネ設備導入に加えて、蓄電池や自衛線など基盤インフラの支援、また、それらと一体となったソフト事業が対象となっております。こちらの申請につきましても、地方自治体さんが主体となって行っていただくものとなっておりますが、ご相談などございましたら、東北地方環境事務所さんか、当局資源エネルギー環境課までお問い合わせいただければと思います。こちらも環境省の補助事業となっております。計画づくりを支援するものとなっております。再エネ導入の目標設定や合意形成、計画策定などの支援を行うものです。最後に、東北経済産業局の取り組みについてご紹介します。東北経済産業局では、地域経済、産業の発展、活力の向上に資するため、目標と取り組むべき事業の方向性を示し、実行するための中期政策を策定しております。主要プロジェクトとして、エネルギー分野では、カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現のため、多様なステークホルダーと連携し、エネルギーの安定供給を図りつつ、エネルギーと共生する地域づくりを進めることとしております。そのためのプロジェクトの一つとして、地域新電力等を核としたネットワーク、ゲットアップ東北があります。地域新電力を核としたエネルギー関連事業者を軸に、それらの支援を行うサポーターズによって構成するネットワークです。担当者とダイレクトにつながることができる双方向のネットワークとして、産業界へのグリーン供給や地域活性化に向けた取り組みの推進のため、地域新電力等を取り巻く同業、異業種の緩やかな連携体を構築し、基盤強化を行うものです。ご関心のある方は、東北経済産業局資源エネルギー環境課までご連絡いただけますと幸いです。本日のご説明の内容につきましても、ご質問、ご不明な点などございましたら、左下のお問い合わせ、申し込み先の方までご連絡をいただければと思います。これで説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。